で浜口ベースボールかけるに。フィールディングがぶちクソ下手じゃの。欲張るなって言ってんだろ。逆転されるまで見てるだけなら誰でも監督できるだろ。マジで恥ずかしくないの？何千万ももらってるくせに。いくらなんでも浜口は目立ちたがりやすぎ。先発投手は5回を投げ切らないと死んでしまうとリーゼントは考えているのだ。クビでいいやろこいつ。ここから無駄に抑えたりしちゃうから使いづらい。試合が決まってから変える八百長さん裏。ベイスターズってプロレスやってるだろ。普通なら満塁になるまで変えるぞ。マジで内野の守備がやべえよ。佐野がファーストになってからぬるぬる。草野球だろこれ。金返してやれよ。なんでこんなに野球下手なんだよ。1ヒット3エラーで2点。ここ10年で一番レベル低い野球やってるわ。梶谷と角は原みたいに外野にコンバートされるレベルだな。どいつもこいつも小学生並みの知能。また守備で負けてるじゃんな。アホだらけで負けてるじゃん。あの場面広島の解説は石上はそれなりによくやったって言っている。相変わらずベースボールやってんな。まああと1回あるが5回3失点なら良いは間口だな。ご視聴ありがとうございました。